誤って発送したのは、みやき町のふるさと納税の業務を請け負っている一般社団法人ふるさと振興協会で、寄付金を受け付けた証明として発行される受納証明書のうち、先月29日と30日に発送した600人分が別の寄付者に送られていたということです。氏名や住所、寄付金の額などの個人情報も書かれていて、今月4日、別の人の証明書が送られてきたという寄付者からの指摘で発覚しました。300人分を1グループにして機械で封筒に詰める際、担当者が2つのグループを取り違え、十分に確認しないまま発送したことが原因で、当事者には電話で謝罪し、正式な証明書を送ったということです。みやき町は、個人情報を取り扱う際は複数人で確認することになっていたが、徹底されていなかったとして謝罪し、再発防止策を講じるとしています。